脇本優太は、競輪選手、自転車競技選手、福井県福井市出身、日本競輪学校第94期卒業、日本競輪選手会福井支部所属、マネジメント契約先は、スポーツビーズ、既婚、5人兄弟の3番目、9歳年下の弟、脇本優希も、競輪選手、福井県立科学技術高等学校在学中、 2005年と2006年の国体少年 1km タイムトライアルで優勝し、卒業後は競輪学校に実技試験免除で第94期生として入学。師匠はなし。在校成績11位で卒業し、2008年7月12日にホームバンクの福井競輪場でデビューし初勝利を挙げた。2009年全日本自転車競技選手権大会の チームスプリントで強化チームの一員として、競輪学校同期の坂本隆深谷智博と共に優勝に貢献。同年12月に行われた UCI トラックワールドカップ2009から2010の仮大会競輪では5位に入った。2010年 GI 初出場となった智人新脳パで決勝に進出。近畿3社で残りあと2週半付近より、 約2週近く逃げ、村上義弘の番手まくりからマークした道剣の先輩である一田かじこの GI 初制覇に貢献した。また、同年のヤンググランプリにも出場したが9着となる。2012年、高松の宮記念杯競輪では決勝に進出し、残り1週半から積極的に駆け出し2着に粘り込んだ。 その後も、ともひとしのおっぱとオールスター競輪で共に決勝の7着となったが、年間獲得賞金争いでは、トップ9に届かず、辞典となってしまった。2014年、第34回アジア自転車競技選手権大会、競輪優勝。第65回、高松の宮記念杯競輪では、決勝は4着だった。2016年、 3月のトラック世界選手権では、競輪で5位入賞。同年のリオデジャネイロオリンピック同士僕の代表に選出された。2017年12月、チリのサンティアゴで行われた、ティソ、UCI トラックサイクリングワールドカップ男子競輪で優勝した。競輪では、GI レースで数多く決勝戦に進出するも、タイトルはなかなか取れなかった。だが、 2018年は5月の日本選手権競輪で3着、翌6月の高松の宮記念杯競輪では、最後の直線で、三谷達夫に交わされ2着とタイトル獲得まで、あと一歩と迫り、8月のオールスター競輪では、逃げ切って優勝し、ついに初のタイトル獲得を果たす。なお、GI レース決勝戦は、これが14度目であり、14度目の挑戦での体感は、 グレード制導入後最多であった。さらに、10月のともひとしんのうパイで、GI 連覇を果たした。準決勝では、前橋競輪場上のバンクレコード体となる8秒8も、出した。そして同年10月、フランスのパリで行われた、ティソ、UCI トラックサイクリングワールドカップ男子競輪で、自身大会通算2度目となる優勝した。 ただ、同年末のケイリングランプリ2018では、打賞から積極的に仕掛けて逃げるも、最後の直線で据え、足をかいて5着に終わった。この頃、ブノは別のもとで、ナショナルチームの一員として自転車競技にも、積極的に参加しており、海外のレースに出場することが多く、ケイリングの出走は少なくなった。二千十九年も、同様にナショナルチームとしての活動、 練習に重点を置くため、同じく、ナショナルチームの一員である、日田雄大と共に、SQS 班ながら2月の全日本選抜の出場は、辞退した。その後、4月の G2 レースのウィナーズカップで優勝。5月の日本選手権競輪で、大会33年ぶりのオール一着、完全優勝を果たし、G1 において3つ目の体感となった。 オールスター競輪のファン投票で初めて1位に選ばれた。年末の競輪グランプリ2019では先行するも2着。2019年度における異名は異次元。2020年6月4日、2021年開催予定の東京オリンピック自転車トラック種目で日体雄大ともに男子代表に内定した。そして同月22日、第71回。 高松の宮記念杯競輪において、高松の宮記念杯競輪としては1997年の吉岡実のるしん以来、23年ぶりのオール一着、完全優勝を成し遂げ、GI 四つ目のタイトルを獲得。同年のオールスター競輪では2年連続のオールスターファン投票1位。10月の友人新郎イで優勝し、GI 五つ目のタイトルを獲得。 これらの成績を評価され、ジャカより2020年表彰選手として最優秀選手賞と国際賞をそれぞれ受賞した。2021年は東京オリンピック出場に向けて合宿やトレーニングを優先するため競争には参加せず欠場を続けた。そして8月2020年東京オリンピックの 自転車競技トラック男子スプリント予選では9秒518の日本新記録を出し勝ち進んだが3回戦さらに3回先輩者復活戦で敗れ準々決勝には進めなかった男子競輪では準決勝2組膠着で決勝進出を逃したが7から12決定戦でトップでゴールし7位だったこの東京オリンピックを最後に脇本は自転車競技選手としては 現役引退を表明した。その直後、第64回オールスター競輪に参戦すべく、同じく東京オリンピック代表であった日田雄大と共に岩木平競輪場に移動。8月10日が初日であり、実質中例であったが、ファン投票で初日ドリームレースのメンバーに選出されたことから出場を決めた。一度戦闘に立って逃げると、 後方からめくらせないほどの絶妙なスピードを維持し、そのまま直線まで逃げ切りにかかる、競輪界では有数のロングスパート力を誇る。2012年に名古屋競輪場で開催された共同通信社杯競輪の決勝において、脇本は残り2周半で先頭誘導員の後くらいに位置し、振り向いて後方の様子を確認し続けていたが、再び正面を向いた直後に誘導員へ、 追突し落ち者してしまい、さらに追突された誘導員も影響を受けて走路から退避せざるを得なくなった。競争は成立したものの脇本は誘導妨害で失格となってしまう。この過失により脇本は名古屋競臨場から圧戦停止6ヶ月の処分を受けたため、改めて邪火による全体処分も受けることになったが、邪カからは重罰の圧戦停止ではなく1ヶ月間。 圧戦をしない、処置の処分が下された。しかし結果的にこの処分が、賞金争いに影響を与えることになった。ありがとうございます。